ナム。お、なんすかこれ。これノコギリカミキリ。ノコギリどっちどっち。カミキリムシ。ノコギリカミキリ。はい。これは噛まれるんですか。痛いですよね。はい。これなんすか。これはひまわりっていう。ひまわり。木の周りによくいるんで。ひまわり。ひまわりの種みたいだからとかじゃなくて、で、あの木の周りにいる。ひまわりですかね。あ、そういうこと。はい。カブトムシってどういうところにいるんですか。このコナラの木の樹液が出てるところ。これなんすか。え？あ、これ黄色いのが名前かなんですか。キノコなんですね。はい。で、そこの模様が入ってる虫、キノコ虫。誰が髪型キノコやお前。キノコ虫っていう。あー、いましたね。いました。すげえ。ここは平田。平田っぽくない？あ、平田じゃないですか。これ、スジクワガタですね。スジクワガタ。はい、コクワガタっぽいですけど、ちょっと顎の形が。へぇ、すごいな。これスジクワガタ。強くかかりますね。今、え、すごいですね、確かに。違和感を感じてますよ。すごいじゃん。ここにベンチあるのおかしくないですか。やばい。一人だけ肝試しになって。つけろよ。ここにベンチなんで。うわ、いや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 。うわ、何今の。ま、すっごいとこで大丈夫。セミ嫌い俺。俺セミ嫌い。あ、いた。あ、いた。そこ飛び積む風。あ、あれが飛び積む風。ベリーの誰か餌付けしてる。いました。メスはいらないでしょ。メス。メスはいらないでしょ。イグアナなんかいっぱいいるんだけど。嘘。見て。ちょっとあっち。ほら。蜜がすごい。超ついる。絶対いるっしょ。うわ、すごい。ライト、あ、なんかいるよ。ライトください。ライトください。めっちゃいる。うわ、あ、すごいの飛んでる。すごいいっぱいいる。これ何？突き刺さってんの。光ってる目が。ちょんちょんって出てる。すごくね。ちょっと怖いわ。まさにそれ飛ばすとかやめて。え、怖い？何？めっちゃいるっす。うわー、いかい。あ、ね、落ちちゃったじゃん。いた。どこ行った。お前ゴキブリとか言うからさ。ダメだろ。これどこ行った。はい、みんな探して。この辺に落ちました。みんなコクワガタみたいなのいたからさ。同じやつですかね。どうぞ。これもそうですね、多分同じフジクワガタっぽいですね。わかります。これは？ヤマナメクジ。うわ、すごい。見て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 。起きちゃう起きちゃう。何？起きちゃう。何？ナメクジ起きちゃう。でかっ。何それ。でかくね。ちょっと。あ、やめろやめろ。何何何何何です。ファイター。やっぱ山奥になるとやっぱでかいっすね、なんでも。でかくね。でかっ。これは無理だな。無理っすね。すごいシュールな絵だ。でも集まるの、集まってんの。もう眠いんじゃない。ボースボグランドやってみましょうか。上をいなくて、森の家の宿らの周りに森に囲まれてるみたいなのはかなりいい。そうですね。なかなか。次の日、移動中の。あえなきゃ練習できないよ。確かに。アブですね。こんな緑の。あ、アブね。本当だ。
多分これライトの影響かな。このすげえでかっ緑のあの青動画ね。え、これはこれはあ、これはまたイメージカミジ。あ、カブ、え、カブとこれ飛んできたの。メスばっかだな。メスが多いっすね。これヒラタ、ヒラタですね。強い、ヒラタのメスあんま逆に珍しいっすけど、はい、確かに珍しいっすね。はい、幼虫っすか。あんま狙って取れない。あ、これは他です。探しに行きますか。行きますか、もう一個行きますか。最後の望みを。いやもう、これさ、あ、福谷さん電話してもいい。福山さん来てないっすね。ないっすね。花、ね、分の多いな。じゃあちょっと、また奥の部屋で取ってきましょうか。買ってくる。買う。今買ってきて、悪くないっす。わー、買いましたね、きつね。すごいんだよ。クマゼミ。いや、ミンミンゼミ。うでか、うわー、うわー、えこいつだ、こいつだ。触っ、これ一応掴むとこの辺から毒を出す時があるので、まああんまりやった方がいいですけど、でもまあ後でちゃんと手洗えば大丈夫。ああ、カブトだ。見る分には可愛いな。そうだって、クラブハウスにいたじゃんこれ。見る分には確かにちょっと可愛いかも。これ飼ってる人いないですか。ちょっと可愛くないでも可愛い、ヘコヘコしてる、うん、硬くね。硬い。今毒出したらしいですよ。大丈夫です。毒耐性ついてるじゃん。羽がかっこいい。そのもう手なずけてんじゃん。ここにもいるし。カウはこいつ。ほら。何それ。マイク。え、ちっちゃくないですかね。こっち向いてる。かわいいっしょ。真ん中にちょっと。手なずけてる。俺さ、試合中さ。この前、まさやくんロッカールームに連れてきてたんですよ。そうそうそう、本当に。で、ガミさんがこっそり逃がすっていう。じん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 あんな緊迫したロッカールームで。やばかったですよ。そしたら、試合中もついてる。2回もついてる。面白かった、あれは。ひろきくんに撮ってもらった。いや、本来ならちょっと、でかいカブトムシとか、クワガタムシを皆さんにちょっと見つけていただいて、なんていうかこう団結力みたいな生まれればよかったですけど、ちょっと今日それができなかったので、来年もう一回、はい、そうですね、リベンジですね、はい、毎年恒例としていきたいなと。あ、いいですね、思っております。はい、またぜひお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあキャプテン最後、すごい楽しかったです。素直そうですね、はい、いろんな虫、見れて触れたんで、すごいリフレッシュできたんで、また試合もたくさんあるんで頑張りましょう。はーい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。